たけあげです。本日行きたいのはもう 4,5 年ぐらい温めていたネタでございます4,5 年前から知ってるよな。地元の方にそれこそもう今でこそ言うけどさ、うん、地元のバンドやってるからスタジオによく入ってたんよ。はいはいはい、伏せの。あーはいはい、そうそう。でそこの伏せで見つけたんですけど、ガソリンスタンド居酒屋みたいなって、外観にあのレギュラー廃屋経由黄色、緑とかやったし、あ、そう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 、あの配色の看板があって、あ、普通にガソリンスタンドなんかなと思ったら、実はさ、居酒屋さんみたいな、うん、ガソリン入れたことある人やったら分かったけど、こうね、お金入れてほんまにガソリンスタンドやったら、こういうノズルみたいなのバーって入れるやん。あー、そうやな。ここが、なんかお酒みたいな。すごくない？なんでそういう風にしたのか分からへんねんけど、まあ、実際に見かけて気になってたの、ずっと。5年前から。そう、5年前から。で、なかなか行く機会なくて、5年の時を経て行こうじゃないかと。なんかすごい縁を感じたのが、引っ越してきたよね。引っ越してきて、大阪市内の方やねんけど、大阪市内にもあったよ。ああって思って、この店のやつやってなって、もうこれはもう行こうと、さすがに。東大阪でもこっちでもあんねんやったら、もう行くしかないと思って。でもね、まだね、本当に中身どんどん知らんから。全く分からん。全く分からない。ただただ外観がガソリンスタンド居酒屋っていう、ね。なので、本日早速そちらのガソリンスタンド居酒屋に行って、どういった居酒屋さんなのか、調査していきたいと思います。早速やっていきましょう。バケアクション。はい、着きましたー。というわけで本日はね、車でこちらまでやってきたんですけども、いやもう実はもう見つけちゃったんよね、その店を。でさ、シンプルにさ、ちょっとガソリンがさ、もうそろそろ切れるやん、うん、そう、入れななみたいな話してたやんか。そやな、入れれんのかな、もしくはガソリンは無理なんかな、完全にお酒だけしかないんかな。というわけでこちらがガソリンスタンド居酒屋です。うわー高井筋本町給油所1号店やって、もう店の名前からそういう名前なの、給油所っていう。これ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 見てた、ネットで見てて、パセにもあったやつやんな。あ、そうそうそう、これマジまんまじゃない。いや、ほんまにすごい、すごいよな。これ高菜爪だからね。ウーバーイーツ太陽店、本格ピザとかもあるし、なんか楽しそう。それ早速こちらで何があるのかやっていきましょう。店内に着きました。なんかバーみたいな雰囲気だよね。なんかミシックなアダルティやね、うん、ガソリンスタンド居酒屋って書いてる、もう言っちゃってるんよな。で、なんか曜日ごとによってサービスが変わってて、今日は金曜日、飲み放題が18時までスタートで、通常1500円が1000円で、 A ヒレ炙りが50円くらいって。見て見て、これこれこれすごくない？日本で初めての給油機でスタイルサーバーなんや。え、だから給油機で入れるってことじゃない？あー、そういうことか。多分ってことはもう完全にガソスタにあるのとほぼ一緒ってことなのかな。初めてって書いてるからさ、給油機本物を使ってんじゃない。すごいな。レギュラー配慮が生ビールとかなんかな、重油って読むかなこれ。あ、でもこれも全部あれか、生ビールで軽油だけ酎ハイなんか。ちょっと軽油入れば、あ誰が軽油で動いとんねん。じゃあこれの酎ハイ頼むか。じゃあすいません、軽油のカルピス酎ハイ、ここで何自分で入れれるんですか。はい、できますよ。日本で初めてなんですね。そうなんですよ、1台だけで社長の趣味そうなんや、完全にあれに惹かれて入ってきました。あ、ありがとうございます。人気ナンバーワンのマルゲリータ、何料理屋さんなんですか。イタリアンバーみたいな。イタリア、イタリアンなんですかね。どんどんコロ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 変わってる。まあ乗り換えてるみたいなもんすかね、車だけに。自分で入れるらしい。店員さん入れてくれると思ってね。もう完全に趣味なんや。ちょっと疲れてるからさ、いろいろ仕事とか、まあいろいろあるやんか。まあね、まあここで本当にガソリン満タンにして帰ろう。はい、こちらが軽油、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 結構いる。行くよ行くよ。はい。え？うわ、出てきてる。おお。すげえ。自分で入れてみてわかるわ。ガソスタのやつ。いつも入れてるやつやわ。さっきのお姉さんまさかも知ってくれてたって。コメント書いてくれてた。書きました。うちなんかこういう珍しい。なんかお店なんで来てください。まさかの、ごめんね、それ見ずに来ちゃった。あ、いや、普通に来ちゃった。
ったっていう。ありがとうございます。嬉しい。知ってくれてたんだ。ありがとうございます。コメントわざわざ書いてくれてるって超ちゃんと見てくれてる人だ。めちゃめちゃ嬉しいねんけど。じゃあいただきます。おお。自分で育てた肉ならぬ自分で入れたお酒はうまいわ。普通と違うね。テンション上がるね。いや上がるね。てかなんか男の頃くすぐるような感じの居酒屋さんなんかな、どっちかっていうと。いやそうやな。ちっちゃい頃とかさ、おとんと行ってたらなんかガソリン入れたみたいなのあったやん。あったあったあった。そう、その感覚、あれを思い出すような、童心を思い出すような感じだって。自分は入れたから分かるけどさ、あれ、うん、ほんまに重さとかこの感じとか、うん、あのガソリンスタンドの感じと全く一緒やった。ああそうなんや。全く一緒。いやだから楽しいよ、いちいち楽しいっていう。ピザが届きました。でっかいな。ちょ待って、こんな本格的と思わんかったぞ。600円やん。これ600円うん。安っ。ぶっちゃけサイズぐらいのサイズ感のやつが来んのかなと思ってた。すごくない？思ったより本格的やん。 CM で見るやつやんこれ。すごい。めっちゃうまそうじゃん。ああ、いただきます。うまっ。600円安すぎだろ。でも確かに世界観はわけわからんよな。ガソリンスタンドにピザがメインやろ。ずっとテレビでハリーポッター流れてんだよ。か USJ みたいな感じか。いろんな世界観がみたいな。なんかガソリンスタンドはさ日本っぽくない？海外のどうなんやろ。海外もあんな感じか。色も色合いも、うん、あるある。なんか USJ がこんなところに高い筋本町にあったとかな。マジでうまいよ。食べきれんぐらいの量あるわ。あでもあれやんな、こうやってさお店来てさ店員さんがさしてくれててさ、こう話できるとかもええやんな。うんね、ありがたいよな。だってもう店員さんなんか見守るようにこっち見てるもん。マジまさにエクスペクトパトローナムってね。ちょっと出過ぎて呼んできて。さっきはね、なんか大学生のね、バンドマンの子が話しかけてくるんだけど、嬉しいわ。でもどんな人にさ、声かけられてもさ、まあありがたいけどさ、最近特にやっぱ男性の人から声かけられるって嬉しいよな。いやー嬉しいな。あんまりなかったからさ、今まで。それこそさ、西大とか行ったらさ、ほんまに50、60ぐらいのおっちゃんにさ、将軍って言われるからさ、親戚のおっちゃんやみたいなノリで言われるからさ、本当に最近いろんな人に見てもらってんねんなーっていうのは思うよな。そう、男マン、コメントしてくれ、頼むわ。めっちゃ嬉しいねんから。これは本日50円引きのエヒレです。490円から440円ね。あー、すみません、ピザ取った後なんですけど。それこそさ、普段 YouTube とか見るの？いやー、ほんまにショーの方が。見てんの？タケアクション。タケアクションってんの？握手してやるよ。あがどうな？今、行列のとこに行くの？ちょっとあれや。塾上アイスとかやるとかやね。塾上だよ。おいしい塾上はいかが？でもやっぱ海外にあんな雰囲気、店の雰囲気が。確かに。やっぱみんな見たいのって、入れてるとこや。そうやな。もう一杯くらい頑張るわ。お？いけんの？もう一杯くらい頑張るわ。いけんの？これだいぶあれやったよね。カラクス濃いね。そうそう、カラクスだいぶ濃いやった。イエーイ。いや、めっちゃうぜ。次じゃあシークワーサーチューハン、はい、あれが2回とも経由で馬力ないのよ。お酒でさ強さ測るとするやんか、間違いなく軽自動車もで間違いなく軽。すげえ、超本格的なピザっすね。そうですよ、広げてますから。あ、なるほど、あ、ほんまや。あ、ピザ窯もあるの。いただきます。あー、どう？まあ、赤い？茶色くてわからんねんな。どうすか？めっちゃ無視する。どう？いや、赤いよ。いや、めっちゃ生き物。あ、ほんまに自分でさ、あの原液入れれるからさ、ほんまに自分好みのお酒が作れるよ。そうやんな。お酒弱い人とかだったらすごいかもね。そうやんな。だってさ、カルピスの原液やん言うたらさ、原液をあんだけ入れれるってなんかこう罪悪感あったもん。確かに。子供の時で言うさ、原液そんなに入れたらあかんみたいなとかあったやん、カルピスって。そうやな。だからあんだけ原液をね、ドバドバ入れていいってなんかちょっと。そう
快感もあったけどね。あんまりこっちでも撮りながらちょっとビビってたけど。マジお前現役すぎちゃうみたいな。ピザも超本格的やったしな。もうあのピザがマス多いな。どうしたらニヤニヤしてるの。元々こんな感じ。まあでもさ、ガソリンみたいなもんやんか。お酒がガソリン代わりみたいな。そうやな。軽油やけど、ある意味これを軽油して自分で飲んでるみたいな。軽油を軽油してるみたいなもん。だから自分がガソリンを取り込んでるみたいなもん。どう？そんでまだお酒いけんの？いや、これね、結構早めに飲んでるよ。ほんまにガソリンスタンドやったら、入れすぎたらガコンって言って止まるやん。あー、止まるな。あの状態今、止まってる。行きますか。行きましょう。お疲れ様でした。フラフラやもう終わった。ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。お姉さん、ごめんなさい、ね。はい、はい。そのね、はい、僕のこれって鷹の爪団となんか関係ありますね。あ、はい。鷹の爪団が書いた人がデザインしてくれた。あ、そうなんですか。ずっと気になってる。最初からずっと言ってるやつ。すごい気になって聞きに行くよ。ごめん、一つ言っていい。はい。ずっと当たり前みたいに鷹の爪団、鷹の爪団って自分も言ってたけどさ。鷹の爪団ってなんだ。いや、全然分かってない。でも、いや、なんか見たことあんねん。なんか、おいーみたいなやつ。あ、そうそうそう。それえ、あれの人がデザインしてるってことらしいな。鷹の爪だって何なの。アニメみたいなもんか。いや、知らん。知らんのかい。では、ありがとうございました。似てる似てる。